いちごのクーリの製造クーリとは、フランス料理でよく用いられるソースの一種。ドロッとしており、ステーキのソースとして用いられるほか、サラダのドレッシングに用いられたり、使い勝手が良いとされる。カタカナ表記としては、クーリーも用いられる。裏ごしした野菜や果物から作られるドロッとしたソースである。語源は、ラテン語で、 コスを意味するコレールの過去分子型コラタスが変化した、ゾクラ天皇コラチカスに由来する古フランス語のクーライスである。野菜のクーリーは一般に肉料理や野菜料理に利用される。またスープや他のソースのベースとして利用されることもある。果物のクーリーはデザートに添えられる。例えば、ラズベリーのクーリーとニリンゴは人気のある組み合わせである。フランス料理において、 粘土のある液体を指す語はクーリをはじめとして多数あるが以下のような違いがある。クーリという語は過去1から2世紀の間には様々な意味があった。オーギュストエス・コフィエの時代にはクーリという用語は肉類、狩猟した鶏肉、魚などをピュレした濃いスープに使われていた。その後、海類をピュレした濃いスープの用語としても使用されるようになった。 近年では上述のように野菜や果物から作られるソースを指す。ありがとうございます。